こんにちは、スペイくんです。ということで今日はですね、実験の動画を撮っていこうかなと思います。まあ僕のチャンネルね、まあ実験の動画クソほど伸びないんですけど、まあ僕が実験をしたいので実験していこうかなと思います。はい、カミカミだけど、まあいや、いいでしょう。で、今日使う動画はこちら、はい。こちら、パイププロという、まあ僕ね、実家暮らしなんですけど、実家のね、まあ、あのキッチンにあったやつをパクってきました。ということでこれを使うんですけど、これを使ってね、今日は実験をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。はい、ということで、まあ、このパイププロを使ってどんな実験をしていくかと言いますと、まあ、タイトルとね、サムネを見た方はわかると思うんですが、まあ、このね、パイププロをこちらのね、透明な容器に、まあ、注ぎ入れまして、注ぎ込んで差し上げまして、でね、もう注ぎ込んだこの液体の入ったこちらの中に、こちら、僕が2021年に集めたこちらのハリガネムシ一同をね、あんまり、まあ、一匹だね。ハリガネムシの一匹を入れて差し上げていこうと思うんですよ。はい。まあ、これね、動画内でね、集めたハリガネムシなんですけど、たくさんいるんですよ。で、このハリガネムシを入れてみようと思います。で、なんでこういう動画をしようかなと思ったかっていうとですね、このハリガネムシっていうのは、クチクラっていう、なんか、やつで覆われてるらしいんですよ。だから、まあ、ハリガネのように硬いんですけど、で、このクチクラっていう成分がね、あの、人間でいう髪の毛と確か一緒の成分だったんですよ。はい、髪の毛の周り、まあ、僕髪の毛抜きましょうか、はい。いって、抜けんかったし、最悪。痛い、めっちゃ抜けたし、最悪、いってー。はい、ということで、これ僕のね、髪の毛なんですけど、まあ、この髪の毛の、まあ、このなんていう、表面のこの、やつ、ちょ、もうボケてて何もならんわ。はい、この髪の毛のこの表面と、このハリガネムシの表面が一緒なわけですよ。で、でね、この、パイププロっていう、この薬剤はですね、パイプの中に詰まった、その髪の毛とか、そういうゴミを溶かして、全部除去して綺麗にしてしまおうっていうようなやつなんですね。見てください。この混ぜるのは危険って書いてあります。それが危険な薬剤なんですよ。で、この薬剤に、まあ、髪の毛は溶けるわけじゃないですか。で、その髪の毛と同じような成分をしている、こちらのハリガネムシさんたちなら、まあ、どうなるのかなと思いまして、とりあえず今日はね、やっていこうと思います。で、こいつ、使う時に絶対換気しろって書いてあるんで、まあ、入れて、まあ、時間を置くんで、まあ、時間を置く間、外に置いとこうかなと思います。はい。なんで、とりあえずまあ、実験用として、まあこの髪の毛、まあ、さっき抜いたこの髪の毛があるんですけど、この髪の毛もまあ3本抜けたんで、この髪の毛も3本一緒に入れておこうと思います。髪の毛とね、比較してどんな感じになるか、まあ見てみたいんでね、はい、髪の毛3本と、針金虫1匹出しましょうか。はい、こんなからね、もう、マジで。もう、とんでもないぐらい針金虫取ったから、針金虫今年、もう、頭おかしいなよってから取ってるから、まあじゃあ、手前にこいついいや。全部取れた。あ、いいね、いいね。いい感じの長さじゃん。いい感じかどうかはちょっとさておき。OK。で、こいつを入れるんだけど、こいつね。こいつと、あと髪の毛3本、これ。この辺にあるやつね、これ。ハリガネムシと髪の毛を入れます。で、ちょっとどけ。で、このコップの中に、まずは水を注ぎ入れます。よし、行くぞ。水じゃない。ごめん。これ。この中にパイププロを入れます。これめちゃめちゃ危険な薬剤だから、目に入ったら多分僕の目はなくなりますね。なんで、ちょっと。安全面にね、気を使いながらね、行きますよ。はい。入れます。うわぁ。おぉ。なんかあんまいっぱい使ったらもったいないな。はい。なんかある程度入りました。まあ、これぐらいあれば十分でしょう。いや、もうちょい入れるか。実験のためだ。もうちょい入れよう。よし、OK。そしたら、この薬剤の中にまず髪の毛入れようか。髪の毛を、髪の毛で、なんか長くね？髪の毛長くね？なんか。髪の毛を、ぽい。全然違う。もう周りに張り付いてからもう表面に張り付いてから全く入っとらん。ちょっと待って、あんまりピンセットも中つけたくないから、よしよしよし、まあいいや、ピンセットは中つけちゃっていいや。はい、じゃあピンセットも髪の毛も一緒に入れます。入れて髪の毛を入れます。髪の毛はね、多分溶けるんで髪の毛も一緒に入れておいて、
はい、髪の毛もこんな感じで入れておきます。はい、一緒にね。そう、実験だから、髪の毛も入れてどうなるか。髪の毛溶けるのに針金虫溶けるか溶けないかだから、じゃあこの針金虫も入れます。針金虫を入れます。じゃーん、さあ入った入った。うわ、すごい、髪の毛溶かしてるのかな。すごい塩素の匂いがする。違うか、もともとこれがベースが塩素の匂いなんだ。おい、バカバカ、なんか跳ね上がってくる。なにこいつ、跳ね上がってくるな。使っとけって。うわ、俺の手についた、やめて、溶ける俺の手が。そう、人間の手についてもね、危ないような液体なんでね、皆さん取り扱う場合はご注意くださいね。うん、まあ、取り扱う人は少ないとは思うんだけど。なんかもう溶けてるかも。なんかヌルヌルする、この針金虫の表面が。もともとヌルヌルしとったっけ。もうちょっと入れようか。なんか針金虫がうまくつからないから。よし。まあこれ使い終わったら別にどっか洗面台でも流せばいいか。そしたらまた、ね。それはそれでいいでしょ。疲れや。いいんじゃない？いいんじゃない？よし、できた。ピンセットがめっちゃキュッコッコ、キュッコッキュッコッキュッコキュッコキュッコになった。だってやばい、手についた。ちょっと手洗った。あー、手痛い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 。ヒリヒリする。え、待って待って待って、てかさ、今さ、手洗って戻ってきたらさ、もうすでに色抜けてんだけど。え、わかるかな？これ入れた時さ、真っ黒だったよね。え？あ、待って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 。これ伝わるかな？え、伝わる？これ。これさ、水、この液体が濁ってるの分かる？ほら液体めっちゃ濁、こんなすぐ変化出るもん。まあ今からね、編集したりするんでね、このちょっと少しだけ時間を置いてみようと思います。それじゃあまた。まあ、あー、やらかした、やばいやばいやばい、やばい、大惨事だけど、カメラをやっとる時間は、いや、やばい、もう何しよった、マジで。もう最悪。もったいない。何よりも、この液体がもったいないわ。はい、ということで、時間が経ちました。まあ、だいたいね、まあ、2時間ぐらい経ったんですけど、見ますか、皆さん。衝撃的すぎて、多分みんな、画面の前で高評価押すよ、すぐ。いい？見てよ。いくよ。もうやばいって思ったらすぐ高評価押してね。いくよ。これが、ハリガネムシを入れていた、容器です。何も入ってませんね。あ、なんかちょっと残ってる。ちょっと待って。なんか、ちょっとだけ、なんか、ビビたる細胞みたいなやつが、どこ行った？なんかね、白く濁ってる部分があったりしますね。ちょっと伝わりにくいとは思うんですけど、なんか、透明の液体だったんですけど、まず、黄色くなってますね、すごく。黄色くなっていて、それでいて、他には、なんでしょうかね、なんかドロドロしてる。なんかもともとなんかドロドロした液体ではあったんですけど、なんか余計にっていうの、余計にドロドロしてるし、なんかこの容器すごいなんかヌルヌルするんだけど、大丈夫そう？ドロドロが増したというか、なんて言うんだろう、固形が混ざってるようなドロドロ感、そんな感じだね。うわー、針金虫溶けてなくなったんだけど。もう髪の毛、まあ、針金虫がなくなるんでね、
もちろん髪の毛も全くありませんね。もう跡形もなく粉々。はい、ということで本日は髪の毛すらも溶かしてしまう強力な薬剤の中にハリガネムシを入れるとどうなるのかっていう検証動画でした。まあ、僕的にはね、やっぱ気になってたことをね、こうやって検証できたんですごい楽しかったんですけど、どうだったでしょうか。まあ、皆さんをね、なんかまあ、安全面に配慮してこういうことはしましょうね。僕もちゃんと完全に窓を換気した状態でやってるんで、こんな、もう下手すらね、入れるものによっちゃそのガスが発生する場合もあるんで、気をつけてやるようにしましょう。僕のチャンネルではね、こんな風に昆虫とか、まあ、生物に関するね、動画を配信していきますので、よかったらね、チャンネル登録とツイッターのフォローの方も概要欄からお願いします。それでは、今日はこんな感じで終わっていこうかなと思います。バイバーイ。